はい、自分の鹿をね倒してもらってゲットですね。倒してもらってゲット。はい、どうも、妖怪ウォッチプニプニ、今回もやっていきます。参加使った無課金攻略、今ね、プニカミ超アップが3日間やってて、3日目でね、おそらく明日ニューマップと追加妖怪ね来ると思うんですが、一応ね昨日もちょっと紹介したんですけど、今日もね元気ドリンク結構ドロップしてるので、ちょっとご紹介したいと思います。なんか結構今回ドロップしないっていうコメントが多いんですが、私は割と順調にドロップしてて、よいしょ、1個、まあでも2個、3個って感じでまあまあですね。はい、なんか1日1個から3個ドロップって感じかな。で、心がけてるのは、あ、これ前回だね。心がけてるのは、まあ、初日にも言ったんですけど、まあ、いろんな人をお助けして、そしていろんな人にお助けしてもらう。なので、まあ、ちょっとごめん、これ最後削り終わっちゃったんですけど、ちょっとだけね、なんか 3,4 戦残しといてフレンドさんとかにね倒してもらうと、なんかちょうどポコッと降りたり、うん、まああとね、まあ、今回とにかくね自分のを倒してもらうが、この3イベントぐらいね、なんか自分の倒してもらうが最優先だったんですけど、今回はお助けで、自分他の人へのねお助けで落ちるんで、まあ、ただね、なんか自分のこれ例えばメイン、これメインアカなんですけど、自分のサブアカばっかりだとなんか落ちなくて、本当にやっぱねいろんな人を助けっていう、なんか原点回帰になってきましたね。で、うん、でこっちの福竜さんでも落ちるし、シュカでも落ちて、まあ、シュカねこれレベル40超えていくとさらに落ちやすくなるかなって感じなんですが、まあでもシュカレベル低いやつでも落ちてるので、まあ、今回なんかいいんじゃないかなと思うんですけどね。一応今メインアカウント元気力7個で、17個使って12までクリアしました。特大特攻の時ねだけ私やるっていうポリシーなので、特大特攻の時7、1個、8、1個、9、2個、13個、10、これで10個でクリアしたのかな。はい、10までは。で、11、3個、12、3、12、4個かな。はい、って感じで。しかもね、19からか。8は刻む、7、8は、お助けパワー10ずつやって、9、10、11、12はね、最初の一発だけフルパワーでやって、あとはね、刻んでやるってスタイルで、Y ポイントもね稼ぎながら攻略っていうのを最近できてるので、17個でね12までいけて、17+7で24、今回無料配布1個あったので11個だからね、24-11で13個ドロップで、まあまあまあこんな感じかなっていうね。今7日目だっけ、7日目なんで、まあ1日、まあ、2個ぐらい1、2個って感じでね。はい、そんな感じで落ちてるって感じですかね。はい、なんでまあ1日1、2個落ちれば15日間でね、はい、3赤で1日2個だったら2、3が6で 6×15 90個か、うん、3赤で90個ドロップさせることができるので、まあそんなもんかなって。さすがにねプニットショットよりは倒すペース遅いので、なんかあと今回ほとんどなんか 95% ぐらい倒したら福竜さん出てくるよね。なのでなんかお助けしたくても、なんかあみんな福竜さんになってるって感じで、はい、ちょっとお助けねしにくいんですけど、まあね、まあそういうのもあって気づいたらねなるべくお助けしようするようにしておりますね。でこのアカウントなんとプニカミゲットしましたので、プニカミの火力もいい感じですね。はい、なので非常にこれがこのメンバーだとね火力が2万2000から3万ぐらいね軽くやっただけであるので、なので、うん、非常に自分のね3赤と1人のフレンドさん友達になってるとトリプルアタック使えてね、はい、だいたい倒せるって感じになってきましたね。なんでお助けパワーも27万まで全部交換したら27万まで言ってますね。はい、そんな感じです。いいねもうすごい99、あ、これ99個以上増えねえなきっと。はい、
そんな感じしてますね。はい、じゃあ2番目の、あ、3番目のアカウント先にしようかな。あ、で、あともう1個、そうだそうだ、なんかね、こう一回この福流さんに使い切った後の方がなんかね落ちる気がしますね。なんかこれはただの私の経験則と今までのこのおはじきイベントの経験なんですけど、なんかあんまりたくさん所持してるよりも一回使って所持が少ない方がなんかドロップしやすいような気がしています。ただこれは、うん、経験則なんで実際そうかとはちょっと言い切れないんですけど、なんか経験的にそんな感じが見受けられますね。はい、まあ、とにかく今回言えるのは落ちないってことが、なんか一回ねすげえ落ちない時があったんですけど、そういう感じではないので、はい、まあ、あのまだ日程もありますんでね、あのじっくり貯めて今回ね11、12までいければいいので、まあちょっと特攻出るまでね、はい、貯めて頑張れば、あとでね今 Y ポイントも稼ぎやすいんでね、一元気ドリンクで800ぐらい稼げるよね、多分900いけるかな、もしかしたら 180×5 でね、うん、そんな感じもあるんで、ちょっと楽しみに貯めたいと思いますね。はい、じゃあちょっと3番目先に見せましょう。はい、これ3番目のアカウントで70回ですね、結構いってんな。でまだ5回で元気ドリンクね22個、あ、そう、ワクワクボックスは3赤1個ずつだな、あんまり今回来ないけど、でも前回の横取りチケットが終盤になってかなり来たので、まあちょっと終盤もね期待したいと思います。なんか日によって時間によってなんかあんのかな、なんかプニカミとかも時間帯とか日にちによって1時間全然落ちないとかね周回してあったりしたから、なんかねなんかタイミングとかあんのかな。ということで24個2個ドロップですね。これは同じだね、メインアカウント一緒で11個ね、引いて13個ねドロップになってます。一応このアカウントは全くガシャ来てないんですけど、一応リムルとね爆裂で頑張ってますね。はい、じゃあ2番目いきましょう。とりあえずねラストチャンス50連引きたかったけど、まあ途中まで引いてラストチャンスの時はね、あの福龍さんやってたらワイポイント貯まるので、ワイポイント貯めながらまた引くって感じにするのかな。はい、ただなんか必殺の秘伝書とか貯まってきましたね。はい、じゃあ3番目いきましょう。あ、ごめん、2番目いきます。黒線も欲しいな。はい、これ2番目のアカウントで、あ、このマップじゃねえ、ごめん、明日ね、この裏マップがね追加されましたね。これ2番目のアカウントで68回の6回で元気力22個お助けパワー31万。これちょっとねメインアカのね、あの福龍さんやってる時にたくさんお助けしたっていうのもあるんですけど、うん、すごいですね、お助けパワー31万もう火力があるからねかなりたまりますよね。ということで、そう、元気力1個ねあるって感じで、はい、まあ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 、やっぱりちょっとね経験値も多いな、必殺とかミニ必殺小必殺が多い時はなんかねドロップ傾向いい傾向なんですけど、なんかこれはミニ必殺小必殺もゼロなんで、なんか全然全然ダメですね。なんかねなんかがあると思うんだよな、よくわかんないんだけど、はい、23個ですね。なんか落ちないフラグ立っちゃったのかな、よくわかんないけど、まあなんかねアカウントによって全然バラバラなんで困っちゃうけどね。はい、ただ一応このアカウントはバニーとねあるんで、なんとかね、はい、バニーとかまた特大特攻になったら頑張りたいですね。はい、まあちょっとラストチャンス来てくれるといいな。うん、レベルを解放してないんでね、だからメインアカより全然火力が全然とか結構ないね、フルパワーで2、3万平気で差があるね。結構レベルも重要なんだなと思ってます。まあフルパワーでだけどね。ということで
このアカウント23個なんで10個ねドロップになってます。なんで11個で32個ドロップか、はい、32個で7日間。だからまあそんなもんかな。32個7日間か。なので半分として14日間では64個か。うん、まあそんなもんか。はい、なんで今んとこちょっとペース落ちたかな、うん、70個ペースぐらいに。70個いかないか、67、5ペースになったんですかね。はい、じゃあ今回こんな感じしましょう。というただね、まあ落ちない、なんかね、一時期40個、3か40個くらいしか落ちない時期あったので、まあ、それをね、比べれば全然良くなってるので、はい。明日ね、カチカチ来るので、カチカチ、久しぶりにプレイしますね、カチカチね。うん、知らない人もいるだろうな、最近始めた人はね。はい、バリカタの試練とかね、ちょっと楽しみにしたいと思います。紙必殺いいね。はい、楽しみに。0時からね。はい。あと追加箇所もね、楽しみにしたいと思います。はい、じゃあ今回こんな感じしましょう。それではね、また次の動画でお会いしましょう。さよなら。火力があるとやっぱ、いいね。23個あれば、13までいけんね。